どうも、ジオン国軍第2部の三つどもえのですね、防衛について、状況としては戦略106ターン、序盤戦のハイライトのあたりですかね。三つどもえが一番厳しいターンって言えばいいんですか。タイミングとしてはですね、ハワイの侵攻を行うと、ここを打開することになって、英語の拠点がグラナダだけになりましたというターンですね。今回エウゴを先に倒すという方法を選びました。これはティターズを先に倒すということと比べて、特段、メリットがあるわけじゃないんですけど、それぞれにメリットがあるって言えばいいのかな。エウゴを先に倒すことのメリットとしては、ここ、サイド3の防衛戦ですね、ここが楽になるかなというのがあります。ただし、ティターンズが残るわけなんですけど、ティターンズによって、このジャブローがこう取り囲まれていたりね、あとはここもそうですよね、ニューヨークも取り囲まれていたり、ティターンズがベルファストと、あとハワイと、あとはトリントンを持っているので、南北アメリカ大陸がこう包囲されている状況なんですよね。だから、それに対する対応ですよね。で、このゲームは、それぞれ、自軍もそうだし、敵軍もそうなんだけども、部隊数の、限界の都合上で、どうやって三つどもえになった場合、戦力的な、数の上での不利を強いられることになります。だから、二正面作戦、だからティターンズとエウゴ両方とも、同時にこうしていこうと思うと、戦力は絶対足りなくなるわけなんですよね。だから、どちらか片方に集中した方が楽です。で、そのためには、攻勢をかけない方に対して防衛戦を仕掛けるわけなんですけど、その話ですよね。今回はそういうことをやっていこうかなと思ってますね。で、あともう一つ戦略的なこととしては、ティターンズとエウゴの対立を利用して、我が軍の防衛のコストを下げるということですね。例えば宇宙さんとか、これから見ていきますけど、あとは、今回、多分戦術マップがメインになってくると思うんで、話では出てこないかもしれないけども、ここだよね、カムチャッカとか、あとはインドシナのエウゴを残してあるという状況ですね。マドラスと、北京はエウゴの拠点だったんですけど、ここを打開したわけなんですが、ここは取らなかったと。なぜかというと、ティターンズの勢力と近接しているからですね。これによって防衛のコストを下げるということができるということですね。じゃあ見ていきますかね。三つどもえになる勢力って結構あるんだけどね。自由度が高いので、いろんな方法があると思うんですけど、その一つの、なんですかね、参考になればいいかなと思ってね。まずここはティターンズとエウコが、戦ってますね。もう戦力、膠着してますね。だからここから、どっちからかが押してくるってことはなさそうな状況ですね。で、カナダ1です。ここは戦略100ターンで戦闘を再開します。進行しました。で、こう見るとジム2が2部隊いるわけですよね。で、我が軍はマツラトップなわけなんですけど、普通ジム2は飛んでくるわけなんですけど、初期配備の分はどうもサブフライトシステムについてないっぽいんだよね。だからここで居座ることができるってことですね。だからマズラトップに対してこう絶対に攻撃を仕掛けられないってことですよね。だからマズラトップはこういう陸続きのところに来ないと攻撃できないわけで、だからそれを利用して敵部隊の進行を遅らせると。戦闘を中断します。あとはここ結構危ないところでね。でも、もう安定してるかな。戦闘を再開します。ここはね、敵部隊が、やっぱりこう、ジム2が2部隊。これは飛ばないやつですね。でも、ここにガルダが1部隊いるんで、これは射程3の対空攻撃があるので、だから気をつけてますね。ここ制圧してますね。ジム、指揮官機が、今回運よくね、これ、プラン脱出できたんでね、これ制圧用としては結構便利で、こう2部隊ぐらいで進行して、こういう風にこうね、制圧しながらね。で、あともう1部隊、後頭のマツラトップがいるっていう感じですね。こう、 うまくこう地上とですね、
なんだい、空中コルベットブースター、モビルスーツケーターとコルベットブースターをうまく利用してね、まあ、敵部隊をこうやり込めていくってばいいんですかね。もうほとんど何もできない感じですよね。まあ、ここはこう予断を許さないって言えばいいんですかね。最初はね、ここに来た時はこの湖を使って、まあ、敵部隊の進行を遅らせてたんですけどね。確かね、こうしてると左の方かな、これが移動してくるんだよね。不思議な動きしてますね。こう直進しないでね、ちょっとずつちょっとずつ移動したり、あるいはこう一気に距離を進めてきたりね。ベンウッターが乗ってます。ね、今度は一気にガーンって移動してきたり。物資の関係とかじゃないと思うんだ。こうガルダはペロード多いからね。ここは退却するか、それとも残るか、ちょっと微妙なところですけどね。まあここはだからちょっと行き防衛難しい。ちょっとガルダが結構頑張ってるんで、まあ、そういう状況ですね。南米地はこれ安定してますね。戦闘を再開します。南米地はこう やる気のない事務長が2部隊いて、こう陸続きにもかかわらず押してこないという状況ですね。戦闘を中断します。まあ、この辺のことは最初の第2部開始時のターンで最初に行ったことですね。でもこれ、まあ、第2部だとだから普通モビルスーツ飛んでくるので全然状況違うはずなんですよね。ここはですね、捕獲したビンビンなティンコットが一部隊で頑張ってるところですね。なんか部隊戦言ってるのは確かフライマンタが一部隊ってそいつが襲いかかってきたんですよね。でも例によってこいつらね飛べないので、大西洋にいればね、この辺にいれば安全ですよっていう感じです。まあ地形を利用するのは重要だよね。うん、だからもし、まあ、普通の事務通だったら、だから飛んでくる事務通の場合、サブラトシステムがついてるやつの場合は、例えばこうジャブローと、こうニューヨークに防衛部隊を置いておくってことですよね。例えば3部隊ぐらい割と強力な部隊、例えば、まあ、ズゴックイとか、あるいはディザートザクとかね、そういうものを置いておいて、敵が進行してきたらそれを撃退するみたいな方法を取らないといけないわけなんですけど、だからこう思わずこう楽しちゃった感じですね。戦闘を中断します。まあこれであとは体制を打開しておけばジャブロとニューヨークは安全ですよっていう感じですね。で、まあこのターンはハワイを急いで打開したわけなんですけど、まあ、今回オートでありますけどね、まあ、敵ティターンズがすごく攻めてきそうだったので、ここかなり急ぎましたね。戦闘を再開します。まあいろいろとこうドラマの多いハワイだったよね今回はね。クアトロが、ね、一部隊G3 ガンダムでいたりとかね、そうララーとクアトロが再会したりとかいろいろありましたよね。ここはね、移民だといけないんじゃないかっていう気がするよな。全然いけないよね戦闘を中断します。はい、でここはすごく問題になったところですよね。まあ、ティターンズの戦力が、まあ、今回だからエウゴばっか攻めてティターンズ攻めてないので、敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。まあとんでもない数になってますよね。まあこれのまあ処理については、まあ、次のターンかな、ね、だからここ打開して、あとここに、日本近海かにも戦力はあるんですけど、まあ、次のターンにこことここから戦力をこうよこして、で戦術5分の5ターン以内に、まあ、大体倒してこうファーウェイの方に戻るみたいな、ね、感じにして、ここはなんとかしましたね。まあ、そういうことが可能でした。ここはで事務2が、ね、こう飛んでくるんだよね。普通のいわゆる事務2がいるので、見ておきますか。これだね、この辺ですね。普通はこうやって飛んでくるわけなんですよね。ジム2はこのゲーム2部隊2種類いるんですけど、
だから、エウグが使ってくるやつとティターンズが使ってくるやつですよね。実はね、どちらかというとね、ティターンズが使ってくる方が強いですね。射程2の対空がティターンズ仕様にあるので。だからそこ注意かもしれないね。エウグ仕様には確かなかったと思います。ここは確か退却しました。全部隊退却しました。我が軍の敗北です。まあ次の隊はなんとかなるはずなんです、ここは。で、インド洋ね。ここもティターンズと隣接しているので戦闘を再開します。ここはねグラブロが一部隊で頑張っているところですね。最初は結構まとまった数来てモビルスーツとかね。だからこのマドラスの方に戦力を若干置いてあったかな。まあなんとかグラブロも、まあ、第二部序盤ではやっていけそうな感じですね。だけど中盤になってきて、まあ、ティターンズとエウトコ両方倒すと若干もう使えないかなって感じです。まあ第2部の、まあ、最後の地上戦ですよね。まあそれはもうなんか電撃的に進行することになるので本当にもうグラブロみたいな地上戦用の防衛のユニットはもうこれで最後です。戦闘を中断します。さあここはですね、まあ、ティターンズが違うエウゴがこう押してきた感じですね。敵部隊が侵入してきました。防衛戦を開始します。でこれねアクアジムなんでねちょっと逃げ方注意したいかなっていうのはこれ川なんでだからやつの移動力増すからねだから慎重に退却したいかなっていうこういう風にもう地味に川が流れてますんでね。もう次あたりでもエウゴをこう息の根を止めにかかるのでだからこの辺の防衛戦については、まあ、そんなに深く考えなくてもいいかなと。でもしエウゴ戦伸びるようであれば北京にこう防衛戦力を残しておく何かこう、ね、機動力があって攻撃力が高いような部隊をね置いておくみたいなのがいいかなと、まあ、さっきも言ったけどディザーズタックとかいいんじゃないかなっていう気がします。だけどあれでね、今回はそういうことはなるべくやってないですね。こう、手前のところに、手前のエリアにですね、戦闘能力のある部隊を置いておくっていうことですよね。そういうことは今回はあまりやってないですね。まあ、必要ならやるみたいな感じにして、ます。まあ、防衛戦力を置いておくっていうことは、つまり進行部隊がそれだけ減ることを意味するから、戦闘を中断します。だから防衛のコスト的な意味でね、だから一気でなんとかなるであれば、その方がいいです。中国も同じような状況ですね、確かね。敵部隊が侵入してきました。防衛戦を開始します。うん、あ、これはミデアですね。だから、まあ、多分マゼラトップまで来ないと思うんだ。だね、このまま送って良さそうですね、ここはね。あ、まあおさらいだけど、敵部隊は敵が進行してくるとき、こちら我が軍の部隊よりも若干強い部隊をよこしてくるんですね。だからここに置いておいたのがマザラトップだったので、見てみたいなすごく弱いやつを送ってきたみたいな感じですね。だからこのインドシナか、ちょっと待ってね。違うな。ここは、いいのか、インドシナか。インドシナにある部隊のうち最弱のものは来たってことだと思うんだ、おそらくは。だけども、インドシナにある部隊が全て強い部隊だった場合、例えばここにある部隊のうち最弱のものが、ジム2とか、あるいはジムカスタムだった場合、その部隊が来るってことですね。だからまあ、これは運が絡みますけど、もし強い部隊が来たら、また対応しないといけないですね。だからそのために置いておく部隊はですね、機動力が高い部隊がいいですね。そして安い部隊がいい。だから、マツラトップみたいなやつは防衛向きですよね。やられても全然痛くないですし。戦闘を中断します。さあ、インドは、これは確かインディでなんとかしたと思う。なんか攻めてくるんだけど、ちょうど移動中のやつが敵部隊が侵入してきました。防衛戦を開始します。いるみたいな状況だったと思う。確か敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。
こも確か2人で確か打開しましたね。確かガッシャ1部隊を送り込んで、その右下にいるのがコアブースター3部隊とかだった気がします。確かね、戦闘を中断します。この辺はまあ適当にやってますね。まあ部隊、先制部隊は整えておくって必要はありますね。さあこれサイド4ね、まあこの辺はずっと動画でカットして、本編でカットしたんですけど、ここはね、ワールドマップ、あのね、そう、ここを打開して、でソロモンも打開した後、防衛部隊をここサイド4だったかな、ここは、うん、によこしたって感じですね。でここね、エルメスがいますね。普通エルメス多分あの防衛に使うって人あんまいないと思うんだけど、僕は割と防衛に使ってますね。特にララーとかね、クスコみたいなすげえ強い人を使ってます。なんでかっていうと、これはちょっと効率的な話じゃないかもしれないんだけど、まあ最強の人をこう防衛に使うっていうのは割と僕はよくやるんですよ。なんでかっていうと、置いておけば敵部隊釣り出せますしね。まあ実際ガルバルティペータが今回2部隊、ライラとジェルドのガルバルディですよね。これ相当強いです。まあ、近接されたら、まあ、格闘で相当被害出ますしね。まあ、そういうのを釣り出せるっていうことと、割と、なんて言うんだろう。まあ、モビルアーマーはね、まあ、ちょこちょこ言ってるけど、まあ、進行よりも防衛の方がこう活躍できるんですよね。無敵です。ほぼ無敵。でもさすがに2部隊に同時に近接すると危ないんで、こう若干こうバラケールに仕向けましたけどね、引き気味にして。あとこう、すまセリフとかの関係かな、見えた、あの好みの問題って言えばいいかな。進行でだから動画でってことですよね。動画本編で使いたい人はやっぱ好きな人を使いたいので、まあ、強力だけど別にそんな好きでもないですよみたいな人を防衛で使ったりします。まあ、これでも本当好みの話ですよ、ね。ニュータイプ全体の平和のためには仕方のないことなのだ。なオールトワープとかどうでもいいと思ってるんですかね。シャリアブルは分からないけど、結構危なくなりますよね、エルメスといえどもね。でもしかしたら、でもあのバラバラだったら危なかったかもしれないよな。私の方はいつでもいい、かかってきなさい。まあ、若干運絡んできたりするかもしれないですよね。2部隊だった場合はね。多分、まあ、まあ敵部隊からの評価の都合で、多分エルメスの方が多分強いんだろうね、バラバラよりもね。こう進行してくる部隊なんか見てるとそんな感じがしますね。やっぱりこう強いね、エルメスね。まあこう瞬間的な火力で言うとバルバルの方が強いけど、この時期のモビルアーマーやっぱり強いですよね。ん？まあ、そういえばあのモビルスーツがそんな強くないんだよな、この時期はな。敵のことをただものじゃないと感じた。この分かり方が無意識のうちに反感になる。これがオールドタイプということなのか。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。でこの後このエルメスはルナ2の方に進行します。で P アメリカの状況は、戦闘を再開します。これはね、物資切れに追い込んだハイザックがいますね。コモサイとか置いてありますけど、まあ、確かに2人で大丈夫だったはず。これはこっちから進行してきて、で何かで釣りながらこうやってここだけ制圧させたいんですよね。であとその後、まあ、コモサイなんかをこうこっちの方かな、2枚でこいつを誘導してですね、ここを制圧させましたね。でそっからその部隊を退却させて、今度はこっちの方にここに釣ったんですよね。そうこうしてる間に、まあ、移動と制圧の関係で物資がなくなりましたね。まあ、そうやってこう敵部隊を誘導することで物資切れに追い込むことができます。わざとこう制圧させるわけなんだけど、こう繋がってないところをわざと制圧させるっていうことですよね。まあ、うまくいくときといかないときありますけど、
うまくいきそうなら、まあ積極的に狙っていきますね。はい、宇宙に、まあ、ここもさっきのエルメスみたいに、まあ、強い人を置いてあります。敵部隊が侵入してきました。防衛戦を開始します。ここはね、ガトーが1部隊、バルバロがね、いますね。まあ、バルバロの場合だと、まあ、そんな強い部隊来ないかなって気がしますけど、でもこれあれですね、ガンダムですよね。このエリアは、ここがティターンズの本拠地であるクルプス2と、あとは、ルナ2とサイド6の中間にあるところですよね。まあ、ここに置いておくと、まあ、ティターンズの部隊の移動を阻害することができるわけですね。だからかなり有利なんで、ここはかなり非常に重要な拠点ですよね。ここを取っておくのは、まあ、割と重要かなっていう感じです。でガンダムヘイゼル見ましょうか。警察しようかな。索敵はない方がいいのか、なくてもいけるような気がします。まあ、ヘイゼルはね、そんなに強くないんですよね。貴様らのような分別のない者どもに我々の理想を阻まれるわけにはいかんのだ。アレックスは弱かったじゃないかなっていう感じですね。バラも乗ってない。うん、問題ないですね。やっぱりこうモビルアーマーの強さは覚えておくがいい。こう敵から過小評価されてるっていうところありますよね。でそういった点でやっぱりエルメスよりもバラバラの方が防衛向きなのかもしれないな。なんかそんな感じしますけど、でもね、やっぱこう使っててね、バルバルの方が面白いんだよ。そうなんだよな。これは索敵しないでいいか。索敵すると物資かかるしね。死にたくなくはそこをどけ。最初カットの次のターンで決まるじゃないか。これで索敵できたんで。誰か乗ってそうだよな、それな。どれだね。あ、テッドアイチが。ヘッドアイチは雑魚だから。貴様らのような分別のない者どもに我々の理想を阻まれるわけにはいかんのだ。これやたら冷遇されてますよね、アイチね。こう白っ子にいいように利用された人ですよね。バルバロでかいよね、やっぱりね。なんとたわいのない外周一色とはこのことか。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。ガトもセリフが長いので防衛に使ってます。セリフが長くてしかも強いのでそういう防衛戦に使ってます。で、まあ、シャリアブルもね、こうセリフがなんかこう燃え上がる感じじゃないのでテンション上がらないので使ってるみたいな感じです。全然効率的な話じゃない。戦闘を再開します。全く効率的な話じゃないです。まあ、好みの話ですよね。でここはね、こう、まあ、進行と対局を繰り返してますね。じゃあこうワールドアップ入れば、ここ結構難しいところだよね、ここはね。ここですね。ここは、サイド5から、まあ、進行したり対局したり、こう三つどもになったりしているところですよね。まあ、ティターンズとエウコが最初こうね、激しい戦闘を繰り返してて、で、エウゴは勝ったわけですよね。そしてまた間髪入れずにロカ軍が進行しました。で、こう、ズザですね。まあ、これでこう、逃げ回ってる感じですね。こう、戦略ライン外、この線ですね。この線の外を5ヘクス移動できるっていう。これでいいかな。こういうふうにこう回っていくか。これかなりのアドバンテージですね。普通のモビルスーツは大体、まあ、移動6とか7が主流かな。なので、だから3ヘクスしか移動できないですね。圧倒的な移動力がありますのでね。で、これを利用して、まあ、宇宙でこう敵を手玉に取ったりします。で、やられたとしても安いので、これ、指揮官機ですね。移動11です。すげえ便利。でもね、ジオン広告軍だと、パイロットの規制が必要ですね。ジャンリュック・デュバルが、まあ、ズダの開発プランと引き換えに
離脱、戦死してしまうので、だからね、やっぱりまあ敬遠される人もやっぱりいますよね。そりゃそうだよね。まあパイロットの方がいいって言ってね、まあこのプレイでやっぱりこう圧倒的なこう使い勝手ですんでね。まあね、地上ではね、逆にだからそこまで優秀な制圧ユニットはいないんだけど、でも今回はあのジムが入ってきちゃったんで、入手できたんでラッキーでしたよね。ジムは似たような使い方できますからね。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。あのコルベットブースターね、コルベットブースター移動8ですね。敵部隊が退却しました。我が軍の勝利です。あ、サイド4から進行したのはですね、まあ、さっきの違う違う、サイド、じゃあ宇宙4から進行したのは、戦闘を再開します。ちょっとその話はちょっとするか。ここからこう打開した後、こう宇宙4を通ってサイド6に向かったわけなんだけど、ここを残しておいたのは、まあ、防衛の都合ですよね。ここを、まあ、英語がいるような状況に残して、サンドイッチの状態ですよね。そうすると、まあ、防衛のためにはこう、ね、都合がいいってことですね。でここも似たような感じです、さっきのハイジャックみたいな感じですけど、でメタスが1部隊でここから入ってきたわけなんだけど、まずここ制圧されて、でその後ここ制圧されて、でその後ここ制圧されて、だからこのことですね、ここ制圧された時に物資の回復がなかったわけですよね。で今度はこういう風にツタをこう回り込ませて、こう逃げ回らせて物資切れに追い込みましたね。そういえばそのメタス割とパイロットになってることが多いですね。なぜ権力を欲しがるの。でもね、アムロがいないんですよ。嫌っていただいて結構よ。これは戦いなんですもの。第一部でもアムロいなかったけどね。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。第二部でもいない。もしかしたらインドシナとかで DJ とか乗ってるんですかね。なんかそんな感じしますよね。ご采配をお願いします。まあそんな風にこういう動きでやってますね。まあ、ジオン国軍のあの防衛戦でこう注意したいのは、第2部はこのターンが多分一番ね、まあ、難しいターンなんじゃないかなって気がしてるんで、まあ収録してみましたね。まあ多分これからはね、防衛戦はどんどん楽になっていくので、まあ多分防衛編みたいなのは、まあ今回が最後なんじゃないかな。だからもし防衛についての話またね、なんか収録するんだったら別の勢力になるかなと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。